おはようございます。ベアライダーです。桜の季節も終わりを迎えた今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝の5時をちょっと回ったところで、ちょうど夜明けをこれから迎えるっていう時間帯なんですけど、今日はですね、私の地元ではあるんですけど、グリーンふるさとラインっていうところをご紹介しようと思ってビデオを回してます。このグリーンふるさとラインっていうのは、もう私が3日に1遍ぐらいは走ってる、まあホームグラウンド的なあの道なんですけど、茨城県の北茨城市と常陸大宮市っていうところの間を結んでいる、まあ広域農道っていうやつなんですね。はい、それではまたグリーンふるさとラインの入り口まで近づいたら録画再開したいと思います。お、今日は結構朝焼けが綺麗ですな。そうですね、今日は朝焼け結構綺麗ですね。いいですな。もうすぐグリーンふるさとラインの、まあ、北茨城市側の入り口に、到着します。で、これグリーンふるさとラインってですね、めちゃくちゃ道が分かりづらいんですよ。明確な標識とか看板が立ってるわけじゃないので、もう入り口出口分からないんで、今日はグリーンふるさとラインの完全走破ということで、明確にも、北茨城市側の入り口から、常陸大宮市の、ところまで、ちゃんと、一気に走破したいと思います。はい、でこれです。この信号、ここがグリーンふるさとラインの実は入り口なんですよ。北茨城市側の何の変哲もない大津港酒センターっていう建物がありますけど、すごい分かりづらいですよね。まああんまりお茶濁したような言い方してもしょうがないので、ポイント一つ目、北茨城市側の方は来なくてもいい、断言しちゃいましょう。はい、で、この後通るんですけれど、国道461号線っていうところとぶつかるところがあるんです。でそこがちょうど花抜き渓谷って、結構、この辺りのバイク乗る人には有名なツーリングスポットになってまして、そこからがグリーンふるさとラインとしては結構楽しい道が続くので、まあそこから始めていただいてもいいのかなっていう気はしますね。はい、今、北茨城市の、グリーンふるさとラインの始まりの場所からですね、県道の152号線とか153号線とか、いくつか県道をまたいで、まあ、南の方に、南下するような形で、30分ぐらいですかね、走ってきました。ここまではですね、あんまりこう道路状態も良くないし、道も広いワインディングじゃないので、ここまでは無理して来る必要ないと思います。でただですね、今ここ右に曲がると小山ダムって書いてあるんですけど、この小山ダムっていうのだけは好きな方は来る価値あるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと今から行ってみますね。多分ですね、南の方からグリーンふるさとライン来る方は、この小山ダムっていうのを、ナビの目的地に設定してグリーンふるさとラインを走ってもいいかもしれないですね。でこの小山ダムっていうのはダムのへりを伝って反対側の方まで、行けるようになってるんですね。今ちょっと行きませんけど、このダムのへりを伝って、湖の向こう側の方まで、行けるようになってます。ただちょっと今日はグリーンふるさとライン走破の旅なんで、ちょっと行きませんけどね。はい、で、この
富山ダムの、入り口のところに、萩ビレッジっていう、施設があります。でこの萩ビレッジっていうところで、まあ、今ちょっと閉まってますけど、トイレ休憩とか あとコーヒー飲んだりとかっていうのもできるようになっているので、まあ、これあれですね、なんて言うんでしょう、グランピングっていうんですかね、豪華な、テントが張ってあってそこで、宿泊できるみたいな、グランピングの施設になってるのかなと思います。はい、今、小山ダムの萩ビレッジっていうところの、休憩の場所から、小山ダムをちょっと映してます。まあ、全然今人気ないですけど、まあ、結構綺麗な場所だと思いますね。はい、今正面に見えてるのが萩ビレッジっていうところで、グランピングができるような施設になってますんで、そういうのが好きな方はぜひ来ていただいたらいいかなと思います。はい、じゃあ、グリーンふるさとライン走破の旅続けましょう。はい、今小山ダムを再び出発しました。2つ目のポイントとしては、グリーンふるさとラインを日立大宮市側の方から、北上する形で、走ってくる方はこの小山ダムっていうのを目的地に、ナビを設定すると、いいかなと思います。小山ダムから花抜き渓谷に行くまでのこのトンネル通るんですけど、まあ、ここもちょっと道分かりづらいんですけど、グリーンふるさとラインとしてはここを、常磐道側の方じゃなくて右の方に、さらに山側の方に向けて行きます。でこれで県道111号線っていうのに出るんですけど、この県道111号線はすぐ抜けます。本当にちょっと、バイパスするだけで、すぐ左にまた入りましてグリーンふるさとラインの方に戻ります。はい、今県道111号線というところを通ってきまして、国道の461号線というところとぶつかるところの交差点まで来ました。ここもちょっと分かりづらいんですよね。あの国道461号線っていうのはあの花抜きダム、花抜き渓谷っていうのがあるところでバイク乗りの方には有名な場所なんで、国道461号線はよく来られる方がいらっしゃるのかなと思いますけど、その国道461号線から、ここですね、見えますかね、今、ちょっと川を渡るちっちゃな橋があるんですよね。でここが国道461号線から、グリーンふるさとラインの北側のルートに、入る場所っていう感じになってます。なんか橋の名前書いてあるな、塩見橋、塩見橋っていうらしいです。うまく言えないな、塩見橋、というらしいです。はい、じゃあここからまた、グリーンふるさとラインの走行を続けたいと思います。でここでちょっと国道461号線と、並列っていうか並走するルートがあって、今右側に行ったら花抜き渓谷って書いてありますけど、この花抜き渓谷っていうところも、小川が綺麗な場所で結構夏の間とかは、バーベキューやったりキャンプしたりとかっていう方がよくいらっしゃって、自分もバーベキューとか何回かここでやってますけど、こっちですね。で今日は行きませんけどね、もちろん。でこの後今一つトンネルでもう一つトンネルっていうのを抜けると、結構長い下り坂が出てきます。その下り坂を下り終わるちょっと手前ぐらいに、これまた分かりづらいんですけど、それる道があってですね、それが今度またグリーンふるさとラインへの入り口っていうことになってます。まあ、この辺り本当に分かりづらいんですよね。
あ、これですね。この標識があるところ。で、ここで U ターンをかまして、今度はグリーンふるさとラインの、僕はなんかこう第2区って勝手に呼んでるんですけど、国道461号線から今度は国道349号線にぶつかるところまでのルートを、またグリーンふるさとラインということになってます。右に行ったら日立太田って書いてあってグリーンふるさとラインっていうふうに書いてあると思うんですけど、はい、ここからがまたグリーンふるさとラインの続きっていうことになりますね。で、こっからっすよ。こっからが、乗ってて楽しいルートっていう感じですかね。まあ、ここはもう僕が、3日に1回ぐらい来てるところなんで、もう本当にホームグラウンドって呼ぶにふさわしい道なんですけど、こっからの道は楽しいですよ。いやー、今日は、春の天気もいい日で、気持ちいいですね。あ、今ひよっこって書いてありますね。これこの辺りがなんかNHK の連続テレビドラマ小説のひよっこの撮影地になったところで、まあ、僕はあんまり見たことないんでわかんないんですけど、その撮影地巡りっていうので来る人もいるみたいですね。もうすごい走っててですね、右に左に上に下に続く道で、いい感じの高速コーナーが続いてる道で、まあ走ってて気持ちいいですね、ここは。しかも交通量少ないんですよ、ここ。またすぐ左に入るっていう感じで続いてます。で、左側の方に行くと縦横ダムっていうのがあって、そこも、結構綺麗な場所なんで、時間のある方は寄ってみるのもいいかもしれないですけど、今日はとりあえずグリーンふるさとラインを走破することをメインで行きますから、今日はスキップしますね。あ、書いてありますね。左側に行ったらグリーンふるさとラインの続きっていうことで、130m だけちょっとこの道、県道60号線っていうのに乗りますけど、またすぐ脇道にそれます。まあ、なんかちょっと種類が違うんでしょうけど、こういうなんかピンク色の桜も咲いてますね。よく峠道とかで今みたいに前に大きなトラックとか来ると、なんか地っていう感じの人も多いと思うんですけど、バイク乗ると僕は結構実は逆に嬉しいっていうか、安心するっていうか、ゆっくり走っててもなんか、大義名分ができるじゃないですか。俺がゆっくり走ってるのは俺が遅いからじゃないよ、この前のトラックがいるからなんだよっていう言い訳ができるんで、意外と悪くないんですよね、こういうトラックの後ろに続いて流すようにゆっくり走るっていうのは。今も実は後ろにもう3台ぐらい乗用車が詰まってるんですけど、あ、道譲られちゃった。そうなってくると僕がちょっとスピード出さないとダメになっちゃうんですよね。しかし俺が今話してるのを聞いてたかのように道譲られたな。死亡事故現場って書いてありますね。気をつけましょう皆さん。あんまりそういうの続くと二輪通行止めになっちゃいますからね。で、ここにパトカーがいると。お疲れ様です。
には白バイがいると。お疲れ様です。いや相変わらず楽しいですね、この道は。もうすぐですね、県道36号線っていうとことクロスする交差点があります。で、あの気持ちのいい場所の今走ってきたところが第1ラウンドで、もう一個実はあるんですが、また続くんですよ。これですね、まっすぐ行ったらまたグリーンふるさとラインっていうので日立太田方面って書いてありますけど、ここからが次の第2ラウンドですね。気持ちのいい道ので、実は この交差点から先はですね、本当につい先月まで2021年の3月まで、落石のためずっと通行止めだったんですよね。で、本当に 2,3 週間前に、開通したばっかりのところです。この道はで、ここの第2ラウンドはですね、結構高く上がるんですよ。見晴らしがいいちょっとした小山の上まで上がります。この部分はですね、他の一般乗用車の方がかなり飛ばすので、あんまりチンから走ってると後ろから煽られますので、そこそこのスピードで走らないとちょっとなんか怖い感じですね。今も実は後ろにかなり車詰まってます。国道の349号線っていうのとぶつかります。で、ただ、この国道349号線は本当に、クロスするだけで、入りません。ここまっすぐ行くとさらにグリーンふるさとラインの続き、まあ、気持ちのいい道の、僕の言い方で言う気持ちのいい道の第3ラウンドが続きますね。はい、じゃあ気持ちのいい道第3ラウンド入りましょう。で、ここはですね、こっからはもうちょっと交通量そんな多くないと思います。本当にいい感じの田舎道が続きますね。いやー、いい風景ですよね。いいですなー。まあこんなとこで育っちゃったら、ゴミゴミした町で住んでたらもう帰りたくなっちゃいますよね、田舎に。で、実はですね、ここの第3ラウンドの道は、いつできたのか正確には知りませんけど、最近できた道らしくて、自分のナビには途中からもう道がないんですよ。ここまでかろうじてあるんですけど、この後カーブを2つ3つ曲がった後からはもう自分のナビには道がない道なんですね。なので自分もつい最近まで気がつかなかったんですけど、実はグリーンふるさとラインっていうのはまだまだもっと南に日立大宮っていう方まで、続いてるっていうのが分かってですね、ここも実はつい最近発見した道なんですよ、自分も。いやー、綺麗ですなー。で、ここは新しくできた道なので結構道路の路面の舗装状態も良くてですね、
道路も綺麗で周りの風景も綺麗で本当気持ちいいですよ、ここは。いやー、綺麗で新しくていい道だ。出てきましたね。ちょっとした県道にぶつかるんですけど、交差点にぶつかるんですけど、グリーンふるさとラインはまっすぐです。でただここはこっちのグリーンふるさとライン側が一時停止なんで気をつけましょう。よし、見てくださいよ、この綺麗な山あいの風景、いいっすね。いやー、なんかここなんかちょっと北海道っぽいぐらいの景色ですよね。ここで今度また県道33号線っていうのとぶつかります。でここもちょっと道分かりづらいんであれなんですけど、あそこに JA の SS ガソリンスタンドがあって、そこの手前のところを曲がるっていう風に覚えておくといいと思います。ここも、曲がったらグリーンふるさとラインとかって何も標識ないんで、ちょっと分かりづらいところの一つね。ここ右に曲がると、ツーリングスポットで有名なあの龍神大吊橋っていうのがあるんですけど、今日はそっちの方は行きません、グリーンふるさとライン走破します。でこの県道33号線っていうのにちょっとだけ乗るんですけど、すぐにまた右に曲がります。で、右に行くと常陸大宮って書いてありますね、県道29号線。でこれが多分ファイナルステージというか、常陸大宮に行くグリーンふるさとラインの、まあ今日で言ったら終了の場所っていうところにつながる道です。でただですね、ちょっと左側に道をちょっとだけ逸れたいと思います。というのは、ちょっと休憩を兼ねて、左側の方に行きたいと思うんですけど、今から行くのはセイコーマートでおなじみのセコマです。でセイコーマートってあの北海道ツーリングする方にすごくあのフィーチャーされてて、あのセイコーマートって北海道のなんかこう名物みたいな感じで扱われてますよね。で確かにセイコーマートってあの北海道にたくさんあるんですけど、実は茨城県の北部にもあるんですよ。なんか僕もちょっと気になって調べたら、北海道がほとんどで、であとは茨城県とに結構あって、で埼玉県にもちょっとだけ、一部あるみたいな感じの書きっぷりだったと思うんですけど、間違ってたらすいません。ただですね、私が住んでる茨城県の北部の方にはセイコーマートいっぱいあるんですよ。で自分ですね、大学学生の間6年間北海道に住んでたんですよね。でそれまで住んでた地元がこの茨城県の北部だったんで、自分は逆の言い方するとずっとセイコーマートがある環境で育ってたんで、セイコーマートって全国どこにでもあるもんだって思ってたら違うんですね。自分が住んでるこの茨城県の北部と北海道にしかほとんどないっていうことで、なんか他の人がセイコーマートってすごく北海道ツーリングの目玉みたいな感じで扱ってるのがなんかちょっと違和感が最初あったんですよね。あー見えましたね、右手にセイコーマート。
オレンジの看板が見えてまいりました。セイコーマートって書いてますね。あのグリーンふるさとラインは田舎道なんで、あんまり実は途中で休憩するトイレがあるような場所とかないんですよ。なのでちょっとだけグリーンふるさとライン外れましたけど、ここのセイコーマートとかはグリーンふるさとライン通る時の一ついい休憩場所かなとは思いますね。ナビにもセイコーマートのマークが書いてありますね。はい、ただいまセイコーマートでの休憩を終えてまた走り出します。セイコーマートだからか、北海道バニラアイスバニラバーっていうのが上りで出てますね。この道まっすぐ常陸大宮っていうところに行きます。右に曲がったら龍神大吊橋って書いてありましたね。ここは曲がらずに、県道29号線を常陸大宮の方に向かいます。それで長かった、グリーンふるさとラインの完全走破の旅もですね、いよいよファイナルステージということで、気持ちいい、走ってて気持ちのいい道のファイナルラウンドに今から入ります。今からはですね、この県道29号線っていうのをずっと行って、常陸大宮側の方の、国道118号線っていうところに、ぶつかるまでの、グリーンふるさとラインの、残りの部分というのが続きますね。はい、今度はここで、県道29号線を左折する形で国道118号線常陸大宮っていう風に向いてる方の道に入ります。茨城県のホームページで調べた限りではですね、このグリーンふるさとラインって、始まりの点が常陸大宮側の方で、終点が北茨城市の方っていうことなんで、厳密には今終点から支点の方に向かう形でグリーンふるさとラインっていうのは今日走ってきたんですけれど、自分がこっち側の方のルートをお勧めするのは、見える風景がですね、明らかに支点から終点に向かうよりは終点から支点に向かった方が風景がよく見えたり、あるいは桜の木が綺麗に見える場所があったりしてですね、ルートっていうか向きとしては終点から支点の方に向かった方がさらに気持ちよく走れるんじゃないかなとは個人的に思ってます。うわー、すげえ黒煙だ。あー、でも桜がやっぱり山の下に降りてくると桜がもうちょっと終わっちゃいましたね。本当はちょっと何回かこの 2,3 日もずっと来てたんですけど、ずっと天気が悪くてですね、なんか空がグレー色だったんで、なんか晴れた日に録画したいなと思ってやめてたんです。あ、ここはちょっとまだ桜残ってるな。それで今日になった、実際に録画してるの今日になったっていうところなんですけどね。あと3日4日早ければもっと桜が綺麗に見えてたんですけどね。ああ、今この久慈川沿いの防波堤沿いに桜の木が右側にこう横一列になって並んでるの分かりますかね。ああ、3日前はもっと綺麗だったんだけどな。今ちょっともう、終わりかけっていう感じですかね。まあ、ただこのグリーンふるさとライン完全走破の旅の終了を祝福しているかのように、桜の木が一列になって、綺麗な花を見せてくれてました。はい、いよいよ、グリーンふるさとラインの、まあ、この私の、向きで言ったら終点、本来は始まり支点の場所が見えてきました。国道118号線とぶつかるところで、ここでグリーンふるさとラインは終わりという感じです。
で、一つ目安として、目標地点としていいのかなと思ってるのは、この右側のところにファミリーマートあるんですよね。118号線沿いのファミリーマートがありまして、自分もここよく、休憩に使ってるんですけど、一応ここを支店という形で、目安に来られるといいのかなと思います。今日は、グリーンふるさとライン完全走破の旅ということで、全ルートを、ツーリングしてきました。また、機会があれば、別の動画も見てください。それでは、ご視聴ありがとうございました。さようなら。